ケーニヒスベルク級軽巡洋艦は、ドイツ海軍が建造した、軽巡洋艦で1913年度海軍計画で4隻が建造された。ドイツ海軍での類別は、小型巡洋艦。本級は全級である、ビースバー電球の改良型として、設計、建造された。変更点は、機雷搭載数が増加した。また、艦米は、 第一次世界大戦中に失われた巡洋艦の艦名を踏襲していた。大戦後、スカパフローで全艦で実賃を試みたが、カールスルーへのみ成功しただけで、他の艦は失敗した。スカパフローで取られたエムデン本級の船体は全級に引き続き、朝鮮首脳型船体を採用していた。艦首は前方に強く傾斜したクリッパー型の艦首から、 中央部が狭い監視官板上に並切り板を設けた、後ろに手法の15センチメートル速射砲を棒立てのついた単装砲画で1番二番手法を並列配置でに行き、その背後に司令塔を基部とする船橋を乗せた箱型環境と全部マストが立つ。船体中央部に等間隔に並んだ3本の煙突が立ち、その周囲は関西艇置き場となっており、 関西艇は日本一組のボートダビットが、片弦二組で計四組により運用された。原則甲板上には 15cm 速射砲が、片弦二機配置された。三番煙突の後方に 8.8cm 広角砲が、単装砲がで直列に二機が配置され、後部見張り小規模とする、後部マストが立ち、船首楼の末端部に七番主砲一機で、 そこから甲板一段分下がった、後部甲板上に八番手法が後ろ向きに一気で、背負い式配置とされた。ありがとうございます。